皆さん、こんにちは。マーキーです。今回もですね、カウンターストライク、デリティッドシーンズの方の、実況プレイの方をやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、やっと、東京、ジャパン、日本のステージ。まあ、皆さん、ちょっといろいろ突っ込みたい場面とか出てくると思うんですけど、まずね、この、吉田くんって言うんですけど、この人です。すごいですね。なんていうか、ね、日本人って感じはしないんですけど。まあその欧米西洋の世界だとアジア人オリエンタルな世界っていうのは多分こんなイメージだとは思うんですけども、ちょっとこれはひどいな、ちょっとこれはひどいかな。でまさかの日本での銃撃戦。ちょっと今音がえらったんですけど大丈夫ですかね。じゃあ今回のミッション進めていきましょう。皆殺しって自分一人しかいない。なんて言った今。引きこもり落つ。まあ皆さんいろいろ突っ込みたいことがあると思うんですけども、GG とか、捨てていそうとか、日本酒とか、イロギーズ、ピーグ、ビドーク、なんそれみたいな。なんじゃそりゃ。適当な日本語使いすぎですよね。まあそのハーフライフ、自体ですね、その日本語対応してないんでちょっと適当にやっても怒られないかなみたいな感じでやってると思うんですけど、で今回ちょっと小ネタ的なものがあるんでそちらの方をちょっと試したいなと思うんですけども、このここにですね、電話の前でお辞儀してるおっちゃんがいるんですけど、そのおっちゃんの足に向かってバンと打つんですよ。その後にですね、こちらの方からおっちゃんに向かって話しかけると、泣いてくれるんですね。誰かいる。まあ、そんな小ネタです。で、今回の、なんだ今一瞬で、瞬間移動した。今のがちょっと、ボスですね。今回のステージのボス。あいつを倒せば終わりです。で、日本のその、なんか、社会状況からすると、このテロリスト役っていうのが、ヤクザですかね。それともあれですか？ちょっと、顔に、対等ですか。対等とか。ちょっと変じゃん。ヤクザか、まあ、某、うんですかね。まあ、よくわからないですけど。チェイスダウンだ、スナイパー。チェックショー。皆殺しだ！端の方を持ったやつがいた。で、すり替わってると。おぉ、引きこもり落つ。そう、イモルだけ持ってね、ちょっと。イモルだけ持って、その後でちょっと美味しい部分をですね、横取りする。スナイパーって結構いるじゃないですか。で、どう進んでいくんだっけ？ちょっと忘れてしまった。ここだ。この箱ですね。運ぶ。ちょっとグラビティガンが欲しいな。
部屋の方を入ります。まずですね、ここちょっと怪しいじゃないですか。ちょっと明らかに怪しいじゃないですか。ナイフで壊せるんですよ。するとですね、じゃじゃん、いい記事が手に入ります。なぜかですね、CZ のいい記事っていうのは集団率が結構いいんで、結構使える武器なんで、こちらの方に結構使っていきたいと思います。100回ちょっと今ちょっとうちに出てきたんですけど、やめちゃった人とかどうするんですか。ここにいるよね。撃ってば出てくる。貫通しないっぽい。引きこもりはいい加減外に出よう。今回はちょっと日本のステージっていうこともあって、ちょっと静かすぎるんですよ。もしかしたら外国のイメージから日本は静かってイメージがあるのかもしれないんですけども、ちょっとこれはちょっと ひどいかな。静かすぎるかな。他のステージ結構自然音がうるさいかなっていう感じでやってる。ちょっと実況しづらいですね。で、随分前に行ったと思うんですけども、こういう、このゲームこういうところを壊せるって言ったじゃないですか。ここも壊せるんです。すると入ります。で、手に入れた武器が、これなんだっけみたいな。まあ、CS でこれの銃を使うと嫌われる。この銃は連打してるだけで倒せちゃうんだよ、みたいな感じで。そう、ホイールしなくていいか、ちょっと初心者には持ってこいの武器だ、とか、結構ウィキとかで書いてあるんですけども、使いすぎると危機されるよ、みたいな。書いてありますね。進まね、こっから行けってことか。なんかね、この箱たまに動かなくて。で、ここシークレットがあって、ここのゴミ箱に向かって、ユーズキーを使うと、ここが開いて、で、弾とか手に入れます。あ、そっか。日本だと、グレネードが投げれないんだよ。だから SG ばっかしちゃう。あ、そうそう、なんか。この前実況しようか。今日の朝ですね、実況プレイの方、自分は結構他人の実況プレイとか見るんですけど、それを漁ってた時にですね、すごい面白い実況プレイをしてる人がいまして、そのアメリカ人、日本のニコニコ動画っていう動画、自らの実況プレイ動画を上げてるんですよ。しかも日本語で。で、彼の名前をマイクって言うんですけども、自分の顔をですね、ちょっと画面の横に。自分の顔を晒しながらですね、ちょっと実況プレイの方やってるんですけど。で、しかもですね、彼、その実況プレイするときにですね、ヘッドクラブの帽子あるのしてますからね。あれをですね、被りながらやってるんですよ。アメリカに住んでるのか、自分のことはあまり話しなかったんで分かんなかったんですけども。あ、死んでない。
まあ、機会があったら彼の実況プレイ動画を見てみてください。結構面白いんです。アメリカ人なのに日本語を使ってるって言ってました。見ないの？ちょっと何か可愛く思える。なんか、微笑ましく。ここもシークレットです。このハゲいるじゃん。このハゲですね。ちょっとすごいおっかなびっくり屋なんですけど。で、こっち向かって話しかけると、エイドキット。ちょっと待って。まあ、ちょっと肌色悪くないかな。貧血かな。化粧させるな。いや、これ、あれですね。雑誌の売ってる自販機。まあ、今、最近ないですね。その、PTA のおばちゃんたちが。撃てって二人しかいないやん。いる？自分はそういうやましいもの見ないんで。わかんないです。やつを止めろ。どこだどこだ、いない。で、ここシークレットがあるんですけども、ここ自分行き方がわからないんですよ。この上なんですけども、どうやって登ったらいいの。自分まだ一度も自力で行ったことがない。よし、動けなくなった。あ、動いた。ここ行き方わかんないんですけど、実際どうにかして行けば行けるらしいんですけど、ここかな、ここをこう登っていけば行く。頑張ってください。頑張って。これ一回登れるっしょ。これか。違った。待ってやるからね。どうすりゃいいんだろう。あ、登れた。普通に登れんじゃん。知らなかった。で、ここを開くと。I got a headshot on him and he still killed me. Did you see that? Probably some cheating hacker. 入れないんですけども、ここがカウンターストライクコンディションゼロデリティッドシーンズの開発者のシークレットルームです。ヒビも割れないとはどんな強化ガラス使ってんの。わかりますかね。微妙にカウンターストライクの画面が映ってるんですよ。まあ、そんなシークレットです。で、今回の実況プレイも、今回とかもう、そろそろ終わりです。今回もですね、実況プレイの方、ご覧いただきありがとうございました。今回は、今後も、今後も、その、自分の実況プレイの方、よろしくお願いします。お前どっから湧いてきたんだよ。 We went that way! うるせえ。あ、ない。どうすればいいんだ。これか。で、今回のミッションこれで終わりですね。かわいくねー。今回のミッションこれで終わりです。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。